はい、この「通夜の夜」の脚本をですね、まあ、書いている時にね、ずっと聞いてたのがクレイジーケンバンドの「ガールフレンド」。これはクレイジーケンバンドさん主題歌がもしあるのならば、もうクレイジーケンバンド以外は考えられないということをプロデューサーに最初から、もしかしたらキャスティングする前ですよ。どうしても埋められないところがあっそうです。て、監督と一緒に、まあ、結果共作というか、そうですね。恐れ入ります。そこが天然で、そのメロディーと一緒に線路出てきた言葉が結構強く、言霊的に強いんですが、これが後でちょっとこう、埋めたりするのは苦手で、でそこを結構メンバーに頼ったりとかですね したこともあったんですけど、まあ、今回は、そうもいかないと、やっぱプロフェッショナルな。ちょっとその艶って、もう艶の夜というぐらいです。艶のある、なんかその、全体がこうしっとりするような、で本当にその、セクシーな言葉、自分以上のボキャブラリーで、自分のボキャブラリーでもうちょっとない、ちょっと足んないなと思ったんで、例えばその車で言うとカスタムパーツを、メルセデスアマゲーとか、なんかってこう、トヨタだったらトムスとかっていう感じで、やっぱりそのゴンゲがもう監督しかいないと思って、ちょっと無茶ぶりに近いタイミングだったんですけど。クレイジーケンバンドの楽曲の歌詞を僕はある部分だけでも書くっていうのは、まあ、これは音楽好きとしては、まあ、特にね、クレイジーケンバンドファンだったらもうたまらないわけじゃないですか。もうやはりその松尾という方がもうマックスまで、もう要するに限界までやってるという、やっぱその時にもうなんか、よぎるその、なんですかね、よぎる言葉っていうか、その時に出てくる言葉っていうことを思った時に、まあいいやとか、なんかあるいはなんかそういう、なんかその表情が全て語ってるんで、あれを言語化するの難しいんですけど、なんかそういう感じがしましたね。もうとにかく、まあ、愛し抜くっていう、もうこれ以上無理ってとこまで。最後に源さんの主題歌が来た時に、なんかこう、なんだろう、マッチとか云々じゃなくて、最後本当にシーンとの夕中の最後の顔の後にポンとこの曲が来ると、なんかね、なんか延長上なんですね、キャラクターの延長上の曲が。さっきも言ったように阿部さんのが歌ってるような感情になってるっていうか、そこがね、あとまあいいやって言葉ですよね。脚本にができて、次にクレイジーケンバンドが主題歌をやるんですって言った時にみんなが腑に落ちる、そういう映画です。ありがとう。それ何かっていう、まあ、男と女のね、もうあれやこれやがこの中にはあってですね、だからそういうものを見たい人っていっぱいいるわけじゃないですか。特に大人の人たちはそういうものに飢えてると僕は思って、この映画を放り投げてるっていうかね、この映画界に。でそれを、まあ、どうキャッチしてもらって、どんなでもいいんで、まあさまざまな愛の形がこの映画では繰り広げられるので、ぜひとも期待して見てもらえれば嬉しいです。